いつもご視聴いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げ、盾祭り候。どんどん麺が放り込まれていく。もやしの量が半端ないの。はい、オーケーさん、まさに10キロ、半端ないな。麺揚げできるのか。これはダメだ、短い。何？なんて重さだ。群馬は桐生、デカ盛り田んぼが続いておるわけじゃか。えい、さらなるデカ盛りに、えい、この辺からデカ盛りの気を感じるんじゃがの、日本一でっけえラーメン、ちゃっちゃけえラーメン、モン吉。日本一でっけえジャト、日本一でっけえ武士である拙者にふさわしいではないか。モン吉に、えい、昔の姿かの、あらゆるものが来ておるようじゃな。ガディ殿も来てるじゃん。さて、日本一でっけえとはどれのことかの。頼む。はい、決まりですか。どうぞ。何やら日本一でかいラーメンを出すそうじゃな。そうですね。じゃあこれを頼む。ですよ。分かっており、はい、冗談じゃ、はい、分からんので任せる。はい、じゃあそうですね、日本一でっけえラーメンの10キロメガモンチでどうですかね。よろしいですか。頼む。はい、かしこまりました。じゃあお作りしますね。どんとこいモン吉。お子様ラーメンもあるのね。しっかり測ってくれるのか。メガモン吉ラーメン挑戦への心得。なるほどの。一つ笑顔で食べるというのはもう満体じゃな。どんどん麺が放り込まれてゆく。すごい湯気じゃ。もやしの量が半端ないの。まさに10キロ、もちろんすり鉢の重さは引いてある。ま、キロとかわからんけど。これが日本一でかいラーメンか。せーの、はい、お願いします。ちょっと前に見とさせます。はい、ありがとうございます。10キロのメガモン吉ラーメン爆誕。すごいな。メンマやもろこしなど場所ごとに具材が分かれておるわ。というか麺が見えない。うん、穴からクライマックスで挑まねば詰むな。これはモン吉ラーメンに、えい。生きるも死ぬも甲冑次第じゃ。始めさせていただきますね。よーい、スタート。はい、頑張ってください。ついに始まってしもうたわ。例によってプースーからじゃ。うまい。もやしか。ベジファーストだ。あしゃあしゃあしゃあ。
もやしじゃな。麺が出てきた。揚げできるのか、これは。ダメだ、短い。何、なんて重さだ。通常の割り箸では長さが足りぬし、重さに負ける。持ち上がらんではないか。上がらぬ。これはすごいですね。この量は冷めぬな。永遠に湯気が出ておるであろうな。よし、卵を食べよう。とろとろでうまい。スープが絡むほどの縮れ具合。しっとりしたチャーシュー、うまい。なんだこの若いの量は。わかめともやしの量が凄まじいな。放っておくとわかめが増え続けてしまうの。よし、とりあえずどんどん揚げて冷まさねば。鶏ざるを使えばいい話なんだから。ひとまずは鶏皿は使わずに行かれるんですか？うむ、武士だからな。最後まで使わん。武士に鶏皿など不要じゃ。正確には最後の方までだな。どうしても使わなくちゃいけないものがね。うむ、見た目では分からぬが、もっちもちな麺じゃな。食べ応えがすんごいわ。こんな。あっつ。熱かったんじゃないですか。うむ、めちゃくちゃ熱い。残り50分です。うむ、もう10分経ったのか。この熱さで10キロ60分はなかなかに苦労させられるの。よし、使おう。一応お伝えすると、序盤ですが。うん、関係ない。ダメだ、熱すぎて食べれる。やっぱそうですね。それはもう、戦略的にいきましょう。うむ、とってコーンを集めない。コーンを取ってこう。もろこしとわかめだけですんごい量じゃ。なんて重さだ。よし、コーンの量も半端ないな。これでも大盛りラーメンぐらいあるのではないか。そういえば篠剣殿がわかめは膨れるから後の方がいいって言っておったな。よし、わかめは残そう。拙者もこたびは頭を使っていくか。 IQ53万なのでな、拙者。よし、麺が取れぬな。
しっとりチャーシューは優しい味付けなのでスープにつけて食うのがうまい。噛むごとにじんわり味が広がるチャーシューじゃ。よし、さらにギアを上げるか。ついにさらに甲冑をパージじゃ。残り40分です。よし、ここまでの変身はなかなかせんぞ。だが日本一に挑むにはな、やはりこれぐらいせねば。首と肩の分の甲冑をパージしたので100キロは軽くなったの。まあキロとかわからんけど。受ける、モリモリ受ける。おー、モリモリ行かん。座敷というのは大変じゃな。あぐらをかけば食べづらいが、正座をすれば足がしびれてくる。ちなみに10キロメガモン吉ラーメンの内訳じゃが、麺が5人前、もやしが2キロ超え、もろこしが 1.5 キロ、わかめが 800g、メンマが 300g、チャーシューが9枚、卵が2個半、ネギ少々、となっておるわ。うむ。ニンニク。ニンニクですか？よし、救世主となるか。京都出るか、京都出るか。どうなる。よし、参る。あっちぇー、これは吉と出たわ。濃厚な味噌の味わいにニンニクがうますぎ献身。食欲が増された気がしたが、気のせいであった。味は吉と出たが、食欲に関しては今日、とまではいかぬが、今日もとまさきって感じじゃな。いや、でもすごい来てますね。いや、ちょっと左に見たくないものが。わかめが多いな。先に取り分けたものもしっかり食わねばな。主にもろこしとわかめ。コーンの量も半端ない。もうほぼほぼ麺はおらんな。わかめ、コーン、もやしの戦いでございますか。うむ。麺から先に行ってしまうとは。こちらに戻るか。もろこしとわかめの出戻りじゃ。なんだこれは。ダイエットしておるようじゃな。麺の代わりにもやしとわかめ。これは痩せちゃいますね。奥義チャーシュー包み。結構食べ尽くしたな。キロはきっついの。キロとかわからんけど。
膝がしびれた。うん。どうも。マグロ。え、あれ今何て言おうとしたんですか。うん。マグロを描いたな。マグロを描くと腹が詰まってしんどんや。そしてしゃっくりまで出ておる。キどうしてくれようぞ。休憩だ。しばらく。まだある。しゃっくり収まるまで。拙者ワカメがきついと思ったのは初めてじゃ。うん、ラーメンはワカメに始まり、ワカメに終わるというからの。もちろん知らんけど。しのけんくんコラボの時も率先して食べてらっしゃいましたからね。うん。あの時より全然多い気がするな。明らかにワカメが増えておるわ。うん。うむ。拙者今がきついと思ったのは人生で二度目だ。すごい量だ。こんだらけではないか。いや、まだまだあるな。すごいっすね。うん、忍んでおる。まだまだ。まだまだおるな。コーンだけで丼ができそうですよね。うん。これ永遠に湧き出る魔法のあれではないのか。おお、もやしが来た。ドキッ。もろこしだらけの大運動会って感じじゃの。そろそろかと思っておるんじゃがまだまだいそうだよ。うわー、こんなにいるんですね。まだおるな。どんだけ入っておるんじゃ。よし、とりあえずこれでいこう。キリがない。普通に大盛りのラーメンじゃないか。うん、箸で食い切れるのか。残り10分です。拙者自身がもろこしになってしまうわ。はーい。はい。こちらを。失礼しまーす。はい。なんともしてくれ。はい。失礼しまーす。あ、でももうちょっとですね。うん。もうちょっとコーンが。こっちのコーンはすごくある。こっちはそんなないんで。綺麗に食べてもらってありがとうございます。まだまだもろこし祭りじゃ。あ、いい感じです。こんだけでちっちゃいラーメンです。頑張ってください。こんだけ、うん、頑張ってください。おお、うん、5分か。残り5分です。もろこしご飯だ。ここまでの量のもろこしになると本が入っていかん。こんなにも手強いものなのか。本が、本を一気に食うことができる。全然飲み込めぬわ。うん。残り1分です。何？俺は使わずに終わる。助かる。今更だから。うん。
30秒です。無念じゃ。いやー大健闘でした。さすが日本一だ。あと少し、あと少しがどうしても入っていかなんだ。ゆっくりじゃが残りのもろこしもしっかりいただく。でっけえラーメン、とんでもない強敵であったわ。さすが日本一じゃ、ディレクターがたまらず頼んだダブルチャーシュー味噌ラーメン、完全に蓋がされておるわ。背脂ちゃっちゃがうますぎ献身とか言っておったわ。ありがとうございます。またお待ちしてます。日本一に、拙者も日本一を食い切るほどに精進せねばな。あと次は拙者も背脂が食べたい。